こんにちは、吉田さん、ペットボトルのマフラー、なかなかいいでしょうなんかギャグが効いてるっつうか、面白いっていうか、で、工夫はいらないっていうか、誰もが思いつきそうなんだけども、なかなかやらないですよね。そして、材料は、どこにでもあるもんですよね。で、結局、成功するのに、特別な情報がなければダメとか、特別なタイミングがなければダメってことはなくって、そこにあるもので、まさに手持ちのカードでやっていけるってことじゃないかなと思うんですよ。 で吉田さんもね、これ真似しようかなーっていうふうに言われてましたけども、その時にやるかどうかなんですよね、結局。自分にカスタマイズして、自分だったらこうかな、みたいなね。例えば、R34 でかっこいいマフラーをつけて、ボンボンっていう動画を多分撮ったとしたらね、R34 買えるようなね、金ないよとかね。いや、マフラーつけてさ、あんな音させるような環境、俺たち住んでないからさ、みたいな感じで、できない理由がすぐ見つかるんですけども、だったら自転車でやったらどうかなっていうふうに、 R34 じゃ無理だから、だからで自転車っていうふうに持っていかないかなってことですよね。しまいにはね、自転車じゃなくて生身の体でマフラーつけてみましたぐらいのことをやったら、これはこれでね、なんか江頭さんみたいで面白いんじゃないかなと思うんですよ。で、結局人ってね、やらないんですよ。もっと言ったらやめるんですよ。で、今回のテーマはやめるって字ですけども、どういうふうに分解できます舌に辛いと書きますよね。だからね、ちょっと辛いとやめちゃうんですよ。 辛くなくてもやめるんですよ。なんかしんないけど。辛いことを想像してやめるんですよね。いや、顔出しなんかして、なんか、すごく、見バレとかするんじゃないですかとか言ってることを想像するんですよ。いや、でもね、顔出しするかしないかは別にして、YouTube をやって1億円稼ごうと思ったら、躊躇しますかってことなんですよね。なんでその悪いことばっかりをね、想定して、で、さらにもっと良くない、何もやらないってことに行き着くのかなってことですよね。だから、デメリットばかりを強調すれば、デメリットばっかりね、際立つんですよ。 でもデメリットはあるけれども、それを犯してでも掴みたいメリットがあるんだったら、それはもうゴーサインですよね。人生は失敗だらけですから。会社にバレたらどうしようって言っても、その会社、あなたの人生はね、保証してくれませんよ。こっちから辞めてやればいいんですよ。会社にバレてビビるくらいだったらね。人生を変えるっていうのはそういうことじゃないかなと思うんですよ。まさに会社を辞めるか、人生を辞めるかのどっちかです。会社がそんなに大事で、その会社がないと自分の人生成り立たないと思ってるんだったら、 もう人生は辞めるっってことになっちゃいますでもその会社を辞めて自分の人生を歩もうとすれば何とも自由で豊かな日々が待っているのかってことですよ。金銭的に苦しい時っていいうううのは会社にいようか会社社によよかを離れようか同じですからね実際に今は自分が何をしているのかってことを冷静に考えたらどうですかね例えば10歳の自分が今の姿を見て「あ自分の将来はこういうふうになるんだやった!」っていうのかそれとも「えっ?」 こんなになっちゃうのいや、これは俺じゃないよと、俺は別の未来に行きたいよっていうふうに言わせちゃうのかなってことだと思うんですよ。うん。まさに、どこで何をやめていくのか考えないといけない時、そして決めていかないといけない時期じゃないかなと思いますよね。じゃあ、行ってみましょう。